本日やってきたのは東武野田線通称アーバンパークラインの塚田駅。この駅名標が光っていて個人的には嬉しいです。この番線のこの方面表示も光ってますね。よく見るとこの塚田駅はホームになんか印が設けられていて、近々何らかの変化があるんじゃないかと思います。もしかしたら固定式ホーム柵設置かな。公式の情報は見ていないのでそう断言はできないんですけど、ホームドアか固定式ホーム柵設置の予兆があるかと思います。初めにやってきたのは東武10050型11652F 普通船橋行き。この日はこの1万系列の電車で普通電車としてこの柏船橋をひたすら往復する運用についていた編成はこの編成だけです。この編成は開示直波制御幕車です。このアーバンパークラインの電車ってこの前面にも路線名の愛称が書いてあるのが結構特徴的ですよね。他の路線ではなかなかないと思います。というわけで電車は塚田駅を発車。踏切の音が耳に結構響きます。この電車は開示直波制御2回目ですね。そしてひし形パンタグラフを搭載。この電車は普通電車なので次の停車駅は新船橋。発車後は結構カーブして新船橋駅の方向に向かいます。実際この塚田新船橋間って結構有名撮影地だと思うんですけど、このカーブが結構綺麗です。5時4分の普通船橋行きが高柳駅に急行に抜かれて、急行が先に当駅を通過して船橋に来るのかと思います。だいたいこういう発車表で電車の順序って分かりますよね。そして面白いことにこの理由はよく分かりませんが、この線路は結構古っぽい感じで、こっちの線路はなんか枕木が新しくなっていて、砂利の色もなんかちょっと違いますね。でホームの先端部にはなんかこうした工事用のものがあって、こんな感じで安全第一という風に書いてあって囲ってあります。これは多分ブルドーザーかなんかかな。近々多分ちょっとした工事を行う予定があるんでしょう。続いてやってきたのは通過列車東武6万系 61610F 急行船橋行き。この先はカーブですが結構高速に通過していきます。まあ多分大体ちょっと通過したぐらいで減速してるかなっていう印象は受けるんですけど、まあ結構スピードは出てるんじゃないかと思います。そして続いてやってきたのは東武8000型8166F 普通柏行き。カーブを抜けてきてちょうどホームに入線してくる様子が見えます。この編成は3色 LED。この編成がデビューしたのは1974年、今年2024年でちょうど50年目を迎えます。いやにしてもこの50年も走ってる電車って首都圏ではなかなか見かけないと思うんですよね。だいたいみんな47年とか40年代ちょっとで引退しているような印象です。寿命が長い車両であっても。ドアが閉まり塚田駅を発車。この電車の次の停車駅は馬込沢駅です。ちなみにこの馬込沢駅にはホーム柵があります。そしてだいたいこの時間帯ぐらいから乗車率は結構上がっていきます。今の列車はおそらく柏まで先着し、次の普通柏行きの場合高柳駅で急行に抜かれる感じとなると思います。お、珍しく踏切が鳴り出す前からこの電車が参りますっていうのが発車表に出るんですね。だいたい踏切が先に鳴り出すような印象です。まあでもまだ電車は見えないですね。そして遠くから見えてきたのは東武6万系 61613F 普通船橋行き。この日の柏船橋間をひたすら往復する普通列車の運用に充当していた6万系は日中は多分この編成のみです。先ほど言ったように1万系列の電車も1編成しか
充当していなかったので、この日はこの柏船橋間をひたすら普通列車として往復する運用に充当していた電車はほとんどが8000系というとても幸運な1日でした。なので結構たくさんの8000系が登場するかと思います。この6万系ってすごい新しい車両なんですけど、全編成3色 LED なんですよね。もしかしたら今後フルカラー LED に交換されるかもしれません。その可能性は十分ありますね。というわけで電車は塚田駅を発車、普通列車なので次の停車駅は新船橋です。新船橋、そして終点の船橋の順に止まっていきます。この6万系特有の日立 IGBT-VVVF、 発車後はさっきと同様カーブ区間に入ります。本日この柏船橋間では VVVF 車は充当数が少ないというお話をしましたが、今後ご利用化されると矢でも VVVF 車 100% になってしまうので、こうしたことを言う暇はありません。今度はホームを移動し、一番線船橋方面のホームにやってきました。そしてやってきたのは東武1050型 11652F 普通柏行き。最初に撮影した編成が船橋駅で折り返してきました。この編成はハロゲンライト搭載。そしてよく見るとこの右側の柏っていう文字の下にはローマ字がないんですよね。これは当時東武アーバンパークラインは全列車が普通列車で、普通列車というか各駅に停まっていて、この種別表示が必要なかったからだと思われます。この種別表示を後から作ったことから、後から作る種別表示にはローマ字も入れようということで、まあ、ローマ字というか英語ですね、英語も入れようということで、元からあった幕は特に英語はなく、新しくできた幕は英語が追加された状態でできたといったような感じです。そして電車は塚田駅を発車。8000系だけではなく、この1万系列の電車も置き換え対象であるため、この開示直下制御のこともご両方が完了したことには行けなくなってしまうかと思います。そしてこの編成はしっかり菱形パンタグラフ、この菱形パンタグラフが結構古い列車という感じを出してくれています。ほんと直線区間なので、どこまでも電車が見えるような印象です。遠くを見ると8000系の幕車が迫ってきています。あれはおそらく 8163F です。続いてやってきたのは東武8000型 8163F 普通船橋行き。この8000系の幕車は現時点では3編成しかなく、この 8163F はそのうちの一つです。この8000系幕車もかつては結構な数走っていましたが、廃車が進んだせいか現在はこの3編成しかありません。そして電車がやってくるタイミングと同時に、この8000系特有のゴムの匂いが漂います。まあ、8000系特有というか結構古めかしい車両ならこうした匂いを嗅ぐことができるかと思います。もう引退してしまいましたが、東急8500系とかでも嗅ぐことができたかと思います。そしてこの 8163F 普通船橋、結構停車時間は短く、ドアはすぐに閉まった印象です。そして8000系の後方っていうんですかね、まあ、前面ではないか、後ろにも東武アーバンパークラインという路線名がしっかり書かれています。あ、すいません、東武アーバンパークラインは路線名ではなく愛称ですね。そうなんですよ、実際この正式名称は東武野田線のまま変わっていなくて、よくJR 線とかの乗り換え放送は全部東武アーバンパークラインというふうに案内するようになったので、東武アーバンパークラインが路線名として変わったのかなっていうふうに思う方も多いと思うんですけど、実際路線名は東武野田線で、東武アーバンパークラインはあくまでも愛称といった位置づけなようです。続いて通過していくのは東武6万系 616-10F 急行柏行き。この時間帯の急行列車は大宮までは行かず柏で折り返すような運用です。おそらくこれに飛び乗ればさっき発車していった8000系に追いつくことができるかと思います。まあ、もちろんそんなことしていたら捕まりますし、命は多分ないと思うので絶対にやめましょう。それでは今度の大宮方面の電車で一つとなり、馬込沢駅に向かって電車を撮影しようと思うので、この塚田駅での発着シーンは一旦終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。というわけで最後にやってきたのは東武6万系 616-13F 普通柏行き。
まあ、あんまり長い時間滞在しなかったので結構6万系の電車も来ましたが、この日柏船橋間を往復する運用についていたほとんどの編成この日柏船橋間の往復運用についていたほとんどの電車は8000系でした。この後馬込沢駅でも撮影したので馬込沢駅でその様子がわかるかと思います。ただまあ公開はだいぶ後になるかな、その動画の。というわけでご視聴ありがとうございました。お、ちょっと降りる方がいましたね。